ボクシングの大橋ジムが15日、東京都内で会見し、7月18日に東京、高楽園ホールで日本バンタム級王者、富瀬育也26イコール渡辺イコールに同級1位、増田陸25イコール定権イコールが挑むタイトル戦を開催すると発表した。増田は WBA、WBO11 位、IBF15 位と世界ランクに入るホープ。 王者は初防衛戦だ。両者は昨年5月のバンタム級トーナメントで対戦し、プロデビューからわずか3戦目だったマスダが左強打で7回 TKO 勝利した。その後にマスダはプロ4戦目で当時の日本王者、筒見聖也、角エ美宝石、2挑んで勝佐判定で敗れたが、2月の再起戦で世界ランカーのスルタン、フィリピン、に初回 KO 勝ち。富士は4月に日本王座を獲得した。 王者は、めちゃくちゃ強いのはわかっている。ただ一回やっている相手なので、パンチをもらわないように、自分のパンチは当てられるように、秘密特訓をしています、と再戦での勝利を誓った。対する増田は、前回の試合では持っているポテンシャルだけで当たっていって、結果的に慶応で倒せたという印象を。今回は対策して、秘密の特訓に負けないように練習して臨みます、と気合を入れた。 戦績は富瀬14勝、3KO、3敗、マスダ4勝、4KO、1敗。